運動をするのは別に嫌いではないよ。得意なことと好き嫌いは別物だからね。歩きながら勉強すると記憶が定着しやすいらしい。今から試してみようと思って。好きなスポーツがないのなら馬術部はどうだい？僕がそれはそれは優しく教えてあげよう。飛行術に関してのアドバイスなら僕でなくケイトにねだるんだね。彼バランス感覚がいいんだ。バスケ部は結構楽しくやってるよ。他の寮の先輩たちとも仲良くやってるしさ。ケイト先輩って何気に運動神経いいんだよね。飛行術のコツとか今度聞いてみよっかな。腹筋バキバキのマッチョになりたいわけじゃないから鍛えるのはほどほどでいいや。先輩もう飯食った？まだなら一緒に購買行こうぜ。引きこもってばっかじゃつまんねえじゃん。なんだよそんなに何度も脇腹つつくなっての。やだその顔。内容を聞く前からめんどくさそうな話なことがわかるもん。言わなくていい。ジャックはつるむのが嫌いらしいし、部活でもたくさんは話さないけど妙に馬が合うんだよな。泥汚れは普通に洗濯しても落ちないぞ。まずは下洗い。別にこれぐらい誰でも知ってるだろ。暇なのか？それなら一緒にマジカルホイールで遠出。あ、いや外出許可がいるんだったな。陸上部の顧問はバルガス先生だ。普段は熱くて尊敬できる先生なんだが、筋肉の話になると実家じゃ家電のセッティングなんかは僕の担当だった。母さん今頃困ってなきゃいいけど。ほら、そんなにつかなくても行きたいところがあるなら一緒に行ってやる。俺だって暇じゃないんだよ。え、具体的に？そりゃあマジカメのネタ探しとか。運動ね、苦手じゃないけど暑くなりすぎるのもなんだかなって感じだよね。無理に敬語とか使わなくていいよ。俺はそういうのあんまり気にしないし、そっちのが楽でしょ。学園生活にはもう慣れた？変なやつがいっぱいで面白いでしょう。マジカメネタの宝庫って感じだよね。なになに監督生ちゃん悩み事？可愛い後輩が困ってるならほっとけないな。スポーツするときにメガネは邪魔だな。今度コンタクトでも試してみるか。飛行術は重要な科目だと思うけど、実はそこまで好きじゃなくて。ここだけの話にしてくれよ。もっと本気を出せってバルガス先生に怒られるんだよ。手を抜いてるつもりはないんだけどな。背の伸ばし方を教えろってケイトがしつこいんだ。心当たりないって言ってるのに諦めの悪いやつだよ。昔はサッカーをよくやってた。お菓子作りには体力が必要っていうのが親の持論だったんでね。勝負するのは嫌いじゃない。俺に挑みたいんだ。いつでも受けて立つ。お上品な魔法より腕力がものを言うこともある。まあ一番大事なのは頭だけどな。マジフトは知略を尽くして相手を任すのが楽しいんだ。運動が好きなわけじゃねえよ。バック、融通が効かない面倒くささがあるが、あの図体があればマジフトでは戦力になりそうだ。髪がほどけてる。じゃあ適当に結び直せ。ああ困ったな。爪と牙で相手を任すなんて野蛮なことは嫌いなんだが。120、121。何してんのかって？スクワットだよ。見りゃわかんだろ。俺の背がでかいってだけで喧嘩を売ってくる奴がいる。そういう無意味な喧嘩は嫌いだ。ウエストは同じ陸上部だ。同じ学年の奴には負けたくねえ。上級生にも負けたくねえが、いきなり激しい筋トレをするのはやめとけよ。筋を痛めたり。別に心配してるわけじゃねえ。
慣れ慣れしくすんな。まだダチになった覚えはねえ。他人よりも自分との勝負に負けたくねえんだよ。俺、うちの寮じゃチビな方なんせ。だからこそ町人で活躍できる場面も多いんすけどね。過酷な状況を生き抜いていくために体力をつけておくのは大事っすよ。あー腹減った。砂糖がたっぷりのドーナッツを牛乳に浸して腹いっぱい食いたいっす。ジャック君の体力には一目置いてるっす。でもまだまだプレーが自己中かな。はしゃいでられるのも今のうちっすよ。バルガス先生にしごかれて心折れないようにね。キシッ。バルガス先生に怒られた？あいつは適当に筋肉を褒めてご機嫌取っときゃいいんすよ。努力している姿を見せるのは損じゃない。真面目でけなげな印象を与えられますよ。軽い筋トレなら毎日してますよ。それに適度な食事制限も。自己管理は大切だ。陸の運動は汗が出るのが不快です。今すぐ海水に浸かりたい。僕をからかってるならその勝負いいねで勝って倍にして返しますよ。またバルガス先生に呆れられた。僕だって泳ぎなら。いや、それもそれで困るか。皆さん簡単に言いますが、海に浮かぶのと空に浮かぶのとでは訳が違うんです。どうしました？運動するところをじっと見られるのは少しやりづらいですね。両親には小さい頃から護身術を身につけろとしつけられました。おかげで今も重宝しています。モストロラウンジの掃除をしようと思っていたんですが、どうやらフロイドは逃げたみたいですね。テラリウムに植えようと思って山で珍しい植物を取ってきたんです。うまく育てばいいんですが。飛行術はあまり得意ではありませんね。まさか、さすがにアズールほどではないです。あなたって。いいえ、何でもありません。勇気と無謀は別のものですよ。てぇ、また飛行術の授業でほうきから落ちた。はははは、俺だせ。バスケ部に入った理由？あの日はそういう気分だっただけ。今日なら軽音部入ってたかも。なんか今すぐ小魚とかカニとか追いかけ回して蹴散らしたい気分。空は邪魔なやつが少ないとこ好き。海の中って割とうざいやつらが多くてさ。俺超体が柔らかいんだよね。ん？見たいの？見せてあげようか。にごっこしたいの？いいよ、俺が鬼ね。ほらほら早く逃げて。二人で踊るのもいいよな。お前が初心者だって別に構わないぜ。楽しむのが一番大事なんだから。お前運動着が汚れてるぞ。買い替えなくていいのか？やっぱり年下って可愛いもんだよな。俺も今度実家に帰ったら兄弟みんなに会いに行こう。なあ、歌と踊りだったらどっちが得意だ？好きな方、一緒にやろうぜ。あ、やったな。倍返しだ。ほれほれ、逃がさないぞ。な、悩むくらいなら即行動。やりたいことは選ばず、全部やればいいんだ。体を動かすのは嫌いじゃない。部活もバスケ部だし。ああ、そういえば君と同じクラスのエースも入部してるぞ。ダンスの練習は子供の頃からやってるな。カリムがやりたがるから。まあ、付き合いで。ダンスに興味があるのか？それなら、基礎体力作りから始めるのが結局一番の近道だろうな。毎日カリムに振り回されていれば、嫌でも体力がつく。君の国は気安く他人に触れる文化なのか？別に慣れてるから構わないが。
君、得意な科目はあるのか？まあ、頑張る姿を先生に見せておくのも大事だな。美しさを保つためなら努力は惜しまない。あんたも一緒にランニングする？ストレッチをするならお風呂上がりが効果的。大切なのは服と体の調和。無駄な筋肉をつけないように気をつけないとね。一流の魔法師になるためには体力も重要。手を抜かないように。手をかくとすっきりするわ。ストレスをためるのは美容に良くないもの。質問なら私じゃなくエペルになさい。あの子、飛行術は得意みたいよ。学園に入ったら運動部に入るって決めてたんだ。故郷ではいろいろあってできなかったから。鍛えてるんだけどあまり筋肉がつかなくて。僕もバルガス先生みたいに筋肉をつけたいの。寮長のトレーニングに付き合わされて筋肉痛。体が硬いってパイ生地みたいに平たく伸ばされた。運動後にはリンゴがいいよ。リンゴさんは疲れが取れるって言われてるから。霧はあまり得意じゃないかな。村のお祭りでほんの少し踊っただけだから。なんだよ、そんなにつつくんじゃねえ。だそんなに何度もトントンしないって。汗をかくのが恥ずかしいだって？のん、一生懸命になるのは素晴らしいことじゃないか。帽子をかぶることをお勧めするよ。眩しいと獲物が見えづらくなるからね。ん？何か気になることでもあるのかい？いいよ、思う存分君の好奇心を満たすといい。美しい魂は美しい肉体に宿る。だから私は鍛錬をするのさ。まさか私を挑発しているのかい？悪い子だ。相手の平常心を奪うのは狩りの常套手段だね。坊主か。気持ちと気持ちのぶつかり合う様、ドラマチックで素晴らしいね。君って元気あり余ってるでしょ。僕の代わりに授業どう？大丈夫、誰も気づかないって。走れだの飛べだのうるさいから、もうオルトの背中に乗る仕様もありかと思ってる。バルガス先生、同じ言葉を喋っているとは思えない。飛行術の前に動物言語学を履修するべきでは？摂取した栄養を消費するために無意味な運動をする生き物なんて人間ぐらいのもんですよ。実に愚か。やめてくれ、今は到底そんな気力ない。そっとしておいて。飛行術で僕と張り合えるのはアズール氏ぐらいのものですわ。逆にバイタルサインに異常あり。呼吸が乱れてるよ。僕に会うために走ってきたの？エネルギーを経口摂取しないといけないなんて大変そう。君も充電式に変えてもらったら？潜るのは得意だよ。あ、水泳じゃなくてオンラインデータのことね。身につけてるのは予備のバッテリーだよ。喉が渇いた時にドリンクを飲む君たちと一緒さ。くすぐったい。触覚センサーをオフにするのを忘れてた。軽量モデルだから他のボディより少しだけ外装の耐久性が劣るんだ。気をつけないと。僕と力試ししてみるか？いや、やめておこう。人間は脆いからな。走る、飛ぶ、そんなことで必死になれるのは人間の長所だな。シルバーは毎朝鍛錬をしている。あの根気強さには感心することがある。体を鍛えたい。考えたこともなかったな。僕には必要ないことだ。動いたら熱くなってきたな。冷たい菓子が食べたい。これはこれは勇気があるな。僕に雷を落とされるとは考えないのか？お前には剣の才能があると思っている。
一度本気が見てみたい。教わるより実践した方が早い。マレウス様たちをお守りするため俺は訓練を積んでいる。訓練しているとセベクが張り合ってくる。いつものことだ。体を鍛えることは心を鍛えることにつながる。おろそかにしてはいけない。そんなに叩かなくても起きている。いつでも若様の盾となり剣となるべく体を鍛えている。馬術部の練習に行くと馬が僕に怯えるんだ。取って食ったりしないのに臆病な奴らだな。僕は左利きだから組手の時には有利なことが多い。どんな手を使ってでも若様に勝利を捧げるのだ。一緒にサッカーを？いいだろう。人間相手にこの僕が負けるわけがない。無駄口を叩くな。体を鍛える時に必要なのは根性、執念、気合、それだけだ。闇に鍛えても意味がない。僕に必要なのは若様をお守りするための力だ。バヤサには自信はあるが発揮する機会がないのが口惜しいの。どうじゃ、勝負してみるか。茨の谷は険しい崖や峰が多い。自然と足腰も鍛えられるぞ。いずれ遊びに来るがよい。明日の天気を教えてくれんか。晴れの日はどうも力が出なくての。活動するのは夜に限る。体を動かすと喉が渇くの。ん？これはトマトジュースじゃ。何を驚いておる。シルバーとセベクはよく技を競い合っておる。わしに言わせればどちらも未熟だがな。さっきからなんじゃ。ダンスの練習でもしとるのか。下手くそよの。